皆さんこんにちは、実夢の咲です。はい、本日は実夢のライブキッチンコーナー、ふー、はい、実夢ライブキッチンとはですね、調子が悪い日でも楽してできるお手軽料理をしながらあれやこれや話していくコーナーです。ちょっと初回なのでただただしいんですが、いつものね、あのスタジオ風のソファーを飛び出して狭いキッチンで元気にお送りしてまいりますので、よろしくお願いします。普段ですね、あの DM とかコメントとかで、あの食事に気をつけてますっていうので、なんかさきさんどんなもの食べてますかとか、あとね、どんな料理されてますかとか、割と質問をちょこちょこいただいてまして、結構前からね、この料理系の動画をやりたいなと思ってて、今日は満を持してやっていきたいと思います。で、記念すべき初回はですね、本当に手軽かつヘルシーかつ経済的かつ美味しい最強のオートミールレシピをご紹介します。その名もオートミールお好み焼き。はい、作ってまいりますよ。はい、このオートミールお好み焼きは、ご飯炊くの忘れてたとか、今日の献立何しようとか迷った時とか、あとね、節約したい時とかにとってもぴったりなお手軽レシピになってますので、はい、早速お腹も空いてるのでやっていきましょう。はい、料理を始める前にですね、ちょこっとあのレシピの生い立ち的なお話をさせてもらいますと、小麦の過剰摂取の話、小麦の過剰摂取をすると腸が荒れるというね話を聞いて、で腸が荒れると免疫機能も低下したりとか、いろいろ悪循環があるので、しばらく前からグルテンフリーにね気をつけているんですけれども、このオートミールは、グルテンフリーでありながら、食物繊維も豊富だったりとか、あとはなんだ、タンパク質とかビタミン栄養素の面も、豊富だということで、まあ、ダイエットだったりその健康的な体づくりにとても、優秀な食材といえます。はい、で結構ね、最近では注目されていて、スーパーでも見かけることが多くなったかと思うんですけれども、そのオートミールをいざね取り入れて買い出した当初に買ってみたものの何に使えばいいんだろうと思っていろいろネットを調べていたところ、オートミールのこのお好み焼きを発見しまして、私たち生まれがね、生まれ育ちが福井県、ちょっと割と関西寄りなので、うちは日常的にお好み焼きとかしてたけど、どう、なんかやってた晩ご飯あんまり、あ、そっか、まあまあでもね、みんな大好きこのものなので、そのこのものがヘルシーに簡単に美味しくできるということで作ってみたらドハマりしまして、我が家ではね、割とちょっと困った時の救世主メニューになってますね。はい、でこのオートミールお好み焼きのいいところは、切るものも少ないし、ワンボールでぐるぐる混ぜて簡単にできるし、あとね、材料具材もね、もう割と汎用性が、応用が効くというか、はい、冷蔵庫にある余り物の野菜をね一掃する時にも便利かなと思ってます。何入れても OK。 はい、もうね、お腹空いたの本当に今日力が出ない。はい、やっていきましょう。はい、レッツクッキング、ちょっと違うな。はい、では、作っていく前に食材紹介をしたいと思います。はい、メインの、オートミールはこちら、米達さんの、黄色いやつ、はい、を楽天でまとめ買いしております。はい、次に使うのは、豆腐も1丁というのかな、この小分けパック1パック150でも 100g でも何でもいいです。その辺はだいたい大型分量でやってます。で、卵1個じゃん。はい、これも M スン、L スン、S スン関係なく。そしてオートミールをふやかすための水ね、はい、水をちょっと温め、ポット、電気ポットとかで、電子ケトルとかでちょっと温めてぬるま湯を作っておきます。はい、で、米粉ね、米粉こんな中、こんな感じ、うちは米粉というか、まあ、玄米粉を使ってるんですけども、粉物、ちょろっと入れます。何でも小麦粉でもいいです。片栗粉入れるとちょっともちもちにしちゃうけど、はい、玄米粉、米粉、小麦粉、はい、あるといいですね。で、だしの粉もあれば、はい、だしの粉の代わりにめんつゆとかでもいいです。はい、そしてこれもコクを出す天かすですね。天かすもあれば、はい、なくても OK。 お菓子のおつまみのイカ天とかでも OK。 はい、
とはそんなもんかな、生地は。はい、山芋とかも入れてもいいんですけど、米粉を使う場合は割と米粉だけでももちもちできるので、だしすりおろすのもめんどくさい時はもう入れません。はい、生地はそんなところで、野菜具材はですね、キャベツ、キャベツを4分の1ぐらい、ちっちゃい玉だったら2分の1ぐらい、はい、でネギ、おネギも買ってきました。はい、そして豚肉ですね。豚肉さんはこの部位は何でもいいです。うちは今日あれだね、ロースだね、コストコでグラム98円で売ってたロースをもうカットして冷凍してあるやつをさっき解凍してましたので、このまま使います。何でもいいんですよね。ミンチでもいいし、バラのねスライスのまんまでもいいし、何リッチに牛肉とか、あとはちょっとツナとかでもいいし、ウインナーベーコンでもいいし、逆にねその動物性タンパクなしでも OK。 はい、で具材はそんなところで、今日トッピングでチーズも入れようかな、はい、と思ってます。使う材料とか大体の分量は、動画の説明欄にも載せてありますので、ぜひご参照ください。はい、はい、では調理していきます。はい、まずですね、生地の準備、オートミールをお湯でふやかしておきます。ゴロン、キャベツ落下。オートミールはスプーン、これなんかグラムとかも言った方がいい、大体なんかグラムとか測らずいつも目分量なんですけど、これ何さじ、大さじかな、大さじ山盛り、1、2、3、4ぐらいとか、ほい、あらららら、よいしょ、で5ぐらいとく、うん、4でいいかな、5ぐらいとくか、5スプーン山盛り5です。はい、ポットのお湯を100ぐらい150ぐらい、じゃん、200ぐらいとか、はい、もしね後で緩かったら調整したりしてください。はい、でこれをよいしょよいしょ、真水だとあんまりふやけないので、真水っていうか冷たいお水だと、なんかぬるま湯であっちっちすぎると、熱湯すぎると後で卵とか混ぜた時に固まりすぎてしまうので、なんか全然人肌ぐらいというのかな、はい、です。次野菜を切っていきます。野菜はね、スーパーに行ったらね、いつも産直コーナーがあるスーパーはそこをちらっと見に行って、なんかその産直お野菜があればいいのがあれば買ってます。はい、キャベツが切るのが大変とかだったら、もやしとかね、カットキャベツとかでもね最悪 OK でございます。で包丁、ちょっとこれ刃渡りちっちゃいんだけど、めちゃくちゃ切れるんですよこの包丁。ほら見て、スル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 、キャベツの芯もスル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 、あら簡単。はい、このね包丁はリュウマチさんはしぶらずにいいやつ買った方がいいです。はい、これで QOC が上がります。クオリティオブクッキングがえらく上がります、跳ね上がります。本当に騙されたと思って。はい、でちなみにこの包丁ちょっと持ち手が絵がね独特で、握りづらさも若干あるんだけど切れ味が抜群。地元の竹譜ナイフビレッジね、福井県のね、で買ったんですね、お正月に帰省した時に、あれです、いいお値段がします。いくらでしたか。いや1万2000だよ、1万3000だよ、いいやつにしたんだよ、覚えてないんか。だけど本当に切れ味抜群でね、キャベツをこうザクザク切っていくんですけども、じゃあちょっと待ってね、ね、もう どんな大きさでも OK です、適当に。よほら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 、あららら、指切っちゃう。でキャベツたっぷりにしたいので、こんなにっていうぐらい結構いっちゃってもいいと思います。はい、粉粉しいのがいい人はなんか粉を
生地をたっぷりめに作ったりとか、もう一回作ってみて、あとはご自身で調整してもらえればと思います。はい、はい、キャベツ切りました。でちょっとザルに取っておいて、次ネギよ。あ、そう、あれどこ行ったっけ。あのね、最近無印良品週間があったじゃないですか。これ買ってみたんですよ。見える。野菜や果物の鮮度を保つポリエチレン袋を使ってみたいと思います。このキャベツの残りね、どんなものかということで、あららら、結構でかい。小でも、え、これ小だよね。20枚入りで399円が 10% オフでした。1枚あったら20円。このキャベツ、ちっちゃめのキャベツ小玉なら入る。このまんま、よいしょ。これで長持ちするかチェックです。はい、どんどんいきましょう。ネギパラ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 、本当にねよく切れるんですよ、これが。ほっ。でネギってあのコロコロコロって転がるじゃないですか。最近このコロコロ転がる系の切り方、いい切り方発見して、ちょっとね背をこう寝かせるんですよね、刃をね。そうするとこう、わかりますかね、コロコロ転がらなくて、こう寝かせてる分こっちに落ちるから転がらない。これ世紀の大発見だと思います。料理界のノーベル賞レベルじゃないですかね。ほら、転がっていかないの。普通にこうまっすぐ切ってたらこう垂直落下してコロコロコロっとそのままどっか遠くに行ってしまうんですけど、これはね、はい、ということです。よく切れない包丁だとこうギコギコしないと一番下の面が切れてないとかあって、あーってなるじゃないですか。もう手痛いのにみたいな。それがねやっぱりないっていうのは、ストレスフリーで少ない力で、少ない力でできるっていうのはすごく嬉しいんじゃないでしょうか。はい、皆さんもあの福井県に行くことがあれば竹風ナイフビレッジ行ってみてください。はい、はい、で切れたのをちょっとこっちに合わせとこうかね。結構多いな、半分な。まあいっか、どうしよう。ネギはネギで合わせとこうか。ちょっとジップロック、使わない分はジップロックに冷凍しておく。はい、ネギ切った。であと、うん、副菜で使う小松菜さんもついでに切っちゃおう。キッチンペーパーを敷いて、はい、じゃ切った小松菜を、はい、耐熱容器に入れて、あらら、何分で、3分ぐらい、ちょっとしんなりするぐらい。はい、で生地を作ってきます。さっきふやかしといたオートミールがこんな感じ、なんか綺麗にひたひたにふやふやになってます。はい、でこれを何入れるんだっけ、豆腐を1バッグ、まるまる水切りとか何も不要です。なんか綺麗に取れない、汚い、うん、よで丸々ボン、うん、でちょっと潰しておきます。まずあのなんだっけ、泡立て器でぐるぐるしても OK で、よいしょ、合わせてですね、卵このまま割って入れちゃう。よし、殻入ってない。ゴミ箱がね、2つあ、迷う。おい、で、これもぐるぐる。で、だしの粉じゃなくて米粉か。よいしょ。大さじどんぐらい？よ。あのね、あの大型調理なのできっちり。測らないです、実はいつもこんな感じなんだけど、今日はね目安としてね、これが1さじ大さじ2なんだけど、
大さじ2か3ぐらいかな、気持ちね、はい、大さじ3ぐらいで、ちょっと一旦混ぜ混ぜして、はい、こんなちょっと固めかな今日ね。いや、いい感じか。こんなんです。このオートミールの粒々もありつつな感じ。もうちょっと硬くてもいいかもと思ったら、あの粉を足して、はい、オートミール足しても OK です。はい、あんまり緩いとあのピヤーっと生地が緩んじゃうので、これによいしょ、こっちは、はい、だしの粉を入れます。もうなくてもいいんだけどね、結局あの、あら今日普通にいけたね、レンジね。いつもあのエアコンと一緒につけてるとたまにね、バチッてブレーカーが落ちるんだけどね。だしの粉はこうスプーン1杯ぐらい、はい、お好みで、めんつゆでもいいし、あとでねソース味結局つけるので、粉だし系なしでもいいし、はい、で天かすを、これももう適量、パラ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 、はい、生地ができまして、キャベツ入れていこう。見える？はい、であんまりにも多いぞと思ったら取っといても OK です。今日はね全部いっちゃおうか。ネギ忘れるとこだった、結構多め。あー、一匹逃げた。豚肉切ってあるやつ入れ込む派、後乗せ派？後乗せにするか。はい、今日やっぱキャベツ多かったな。まあいいか、キャベツ焼きぐらいな感じで、はい、こんなんです、こんなんです、はい、はい、あ、いい匂い、だしの粉入れたから、はい、じゃあ、焼いていきますので、油を、これは分量がいいの油を適量をさっとで火にかける。このフライパンもね、魔法なんでしょ、魔法のフライパン。はい、なんか急にね、明日フライパンが代引きで届くよって言われて届いたんですけど、なんと金額がこれも1万円。いいフライパンなんですね。割とこう重そうに見えて意外と軽い。厚さが 1.5 ミリしかないんですよ。わ、プレゼンが入りました。90秒であのフライパン全体に熱が行き渡って、はい、熱伝導率が、はい、鉄と炭でできてるんだったっけ。はい、はい、概要欄に載せておきます。載せておきます。油が多かったらこうスイスイスイっとね、はい、キッチンペーパーでなじませて、で生地を入れていきます。はい、見える？ジュージュー、なもん。ちょっと形を整えて、なんか煙が出るぐらいだったらちょっと高いんだよね、温度がね。中火にします。でしばらくこいつは放置、蓋はしないというか、この魔法のフライパン蓋はない。でお隣のお鍋で切り干し大根のお味噌汁が煮えてきてますので、よいしょ、この九州に来て発見したね、南関揚げ美味しいんですよ。これ常温保存できる乾燥の揚げさんで、適当にポロポロポロっと、わかめ、はい、お味噌汁さんに入れていく。いや、いい匂いがしてきました。あ、肉入れてないじゃん。解凍がうまいことできてなくて固まってる。あビヨン、よいしょ。あのスライスをバーンと乗せるのもいいけど、あれ結局ね食べるとき大変じゃん。もう細切れの方が私は好きかも。このぐらいでしょうか。全面にお肉が行き渡るようにして、もうちょっと入れてもいいね。わあ、でチーズ、あんあん、
何でもいいです。チーズもね、キムチチーズとかも美味しいよね。納豆チーズもね。でもこのまんまパラパラパラーっと入れちゃいますわ。よいしょ、ほい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 。こんなチーズを表面にしておくとこんがりと焦げて美味しいと。もうちょっとかな。あ、すごいスルスルしてる。ほら、さすが魔法。味噌汁に入れていく。で、味噌溶いてきのこも煮えて、はい、味噌汁 OK。 言うてる間に、はい、いい感じじゃない。このいい感じになってきたら次の工程が大事。シェフを呼びます。シェフ、はい、はい、交代。アングル上げる？大丈夫？大丈夫、大丈夫。はい、せーの、ほい、イエーイ。蓋がある人は蓋をして蒸し焼きにしてもいいでしょう。アルミホイルとか。ちょっと気持ち弱くして、はい。でこの間に副菜を作っていきます。さっきレンチンしておいた、小松菜をこう軽く水気を絞って、すりごまをスプーン適当にスプーン3倍ぐらい、はい、お砂糖を小さじぐらい、小さじ2ぐらい、はい、はい、お醤油もちょいちょいと、お酢も入れちゃいます。最近知ったんですけど、お酢もね、発酵調味料なのでね、腸活にいいんですよ。これもちょい、あ、入れすぎたかも。で混ぜるだけ。簡単ごまあえ、はい、できた。レンチンで言うてる間にまたお好み焼きができたから、1枚目完成したらお皿に開けるのに、シェフー、わ、すごい、チーズもこびりつきなしで、おい、わ、こんがり美味しそうに焼けました。ちょっとなんか、はい、で2枚目を仕込もう。油をちょっとちょいちょいちょいっとちょっと寒いから今日クマさんみたいなシェフが来ましたいけもんいけもんいけもんいけ、シャーシャーあらシャ ーほらほら、おしゃれ。あ、これ隠れるんだけどね。青のりもなんだろう、ビタミン C とかなんかいろいろ。ビタミン C 入ってるの？青のりビタミン C だけ、なんだっけ。いいじゃない、多分。いいなの？わかんない。 C ではない。 C ではない、うん、はい、できた。ちょっとお見せしようか。はい、オートミールお好み焼きの完成でございます。ということで、はい、いただきます。実食いただきます。お待たせしましたね。はい、何でも美味しいやつだ今。まず汁物からね。汁ね、そう、汁物から。あの、いつも言われてるんで、小松菜のごまあえと一緒に、あの、冷蔵庫に残ってた人参しりしりさんをトッピングしてみました。はい、うん、シャキシャキね、お出汁が、大根のお出汁が効いてるでしょ。うん、うん、うまいな。ちょっと混ざった。うん、人参、うん、うん、うまい。で、作り置き、これがごまあえ、さっきのレンチンごまあえ、うん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 。で、メイン、はい、あの、おかわりもあるんで、はい、はい、結局4枚ぐらいできたかな。いただきます。はい、いい感じで、はい、いいね、上手に切るね。うん、うん、はい、うん、ね、普通にお好み焼きなんや。そう、うん、割ともっちりした、うん、うん、何個食べてもいいんでしょ。丸だからカロリーゼロってやつ。うん、うん、うん、中濃ソースも意外といける、うん、ということで本日はオートミールお好み焼きのご紹介お送りしました。はい、意外と簡単でしたね、うん、はい。で、オートミールシリーズでもう一つ、次はね、あの、スイーツ、最強の美味しいスイーツがね、あれですって、あれですを
ぜひともご紹介したいと思いますので、ぜひご紹介してください。はい、今後期待、はいはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。まだ作ったよとか、なんかここわからなかったよとか、コメントもお待ちしております。はい、お腹が減って限界です。はいはい、食べます。